300キロ制限がかかった時を調べてみました。使用量が1ギガを超えると制限が発動します。アプリを使ってダウンロードの速度を測ってみました。何回か測りましたが、だいたい300キロぐらいは出ているようです。実際に動画を再生してみます。念のためにキャッシュに入れておいたデータはすべて空にしてあります。ダウンロードが300キロですと最初の読み込みに少し時間がかかりますが、再生中はきれいに再生されているようです。途中で引っかかるようなこともありませんでした。ここからあと4曲ほど連続で再生していきます。読み込み中は通常速度で再生してありますので、漢字をつかんで見ることができると思います。連続して5曲ほど再生しましたが、全く問題ないようです。2ギガ以上使いますと、今度はダウンロードが極端に制限されるようになります。ダウン20キロ、アップ計測不能になりました。プレイストアは表示することができません。しばらく待っていてもタイムアウトで再試行のページが開くだけです。Google のトップページは軽いので問題なく表示できました。Yahoo トップページも時間がかかりますが表示できました。ただしここからはテキスト主体のサイトにしか見ることができません。写真の多いサイトは表示に時間がかかりすぎます。